どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育しているアルビノのケヅメリクガメ、白いもくんです。こいつがね、最近成長がものすごく早くて、もうみるみる大きくなっていってるんですよね。ほんでこの通りね、すごく元気いっぱいでよく歩き回るし、アルビノで目が悪いからっていうのもあるかもしれないですけども、あんまり物おじしないんですよ。こうやって触っても首をね引っ込めないぐらい快活な子です。タロヨモがこれぐらいの大きさの頃はこうやって出して人が近くにいたら首引っ込めてね、動かなくなったりしちゃってたぐらいですけども、この子はこうやって物おじせずにね歩き回ります。なんかアルビノのイグアナとかもそうですけど、やっぱ目が悪いとちょっと周りがよく分からなくて物おじしない傾向にあるのかなっていう感じはしますね。で本当にご飯をよく食べてね、めちゃめちゃ順調に成長してくれてるんですけども、逆にその成長が早すぎて良くない点もあったりするんですよね。この甲羅のここの一番後ろの方のここの部分分かりますかね、ちょっとへこんじゃってるんですよね。これへこんじゃってるっていうよりは、ここの成長が周りの成長に追いついてない、むしろなんか周りの方が膨らみすぎちゃってるっていう感じなんですよね。本当になんか急激に成長したリクガメに起こりやすいことなんですけども、ここの甲板だけちょっと成長が追いつかなくて、ちょっとへこんでるように見えちゃう。基本的にこの子にはね、人間が食べる野菜と同じ小松菜とかね、水菜とかチンゲン菜とかそういうのを与えてたんで、そういうのってね、野生の亀が食べている野草よりも栄養が非常に高いんで、食べ過ぎちゃうとどんどん成長しちゃって、こういう甲羅のへこみがね出ちゃったりするんですよ。こいつが本当に食欲旺盛なんで、こっちも嬉しくなっちゃってガンガン餌あげちゃったら、ちょっとここがへこんできちゃったんで、最近はあんまり栄養のないレタスとか野草とかをあげるようにはしてます。まだそんなに気になるへこみのレベルじゃないんでね、ここからちょっと矯正できたらいいなと思ってます。本当によく歩き回るしね、とってもいい子ですよ。アルビノって飼育難しいっていうイメージがあったんですけども、今んとここの子は本当にすごく順調です。でこの子ね、つい4ヶ月前に身体測定したばっかりなんですけども、もう目に見えて大きくなってるんで、もう一回ちょっと身体測定をしたいと思います。まず甲羅の大きさ、前回がここからこう描くように測って 12.5 センチでした。さあ今回は何センチになってるでしょうか。あー、暴れるな暴れるなすごい元気がいいわ。うわ、めっちゃでかくなってるわ。17センチくらいあります。体重がちょうど 200g ぐらいだったんですけども、今回ははい 519、まあ大体 520g ぐらい、倍以上 320g も増えちゃってます。めちゃめちゃ成長早くないですか。4ヶ月でそんだけ増えちゃうんですよ。ほんとケヅメリクガメってリクガメの中でも特に成長早いんですけども、本当に早いですね。でさらに前タロイモを飼ってた感じからすると、これぐらいの大きさ、もう2年目ぐらいからさらに一気にドンと大きくなっていったんで、この子まだまだこれからねガンガン大きくなりますよ。でこの子以外のリクガメもちょっとずつ大きくなってるんで、その子たちの身体測定も今回一気にやっていきたいと思います。はい、次はこちらアカアシガメ。こいつももう結構ね長いこと飼ってます。最後に身体測定したのが10ヶ月前、体重が 285g で甲羅のこの長さは 14cm でした。10ヶ月経ってどれだけ成長しているか。おお、 538g、 537g、大体本当に倍ぐらいかな。こいつもね一時期そんなに食欲なかったりもしたんですけども、最近結構食欲あって、餌皿に入れた餌もね真っ先に走ってむしゃむしゃ食べて、すぐに食い尽くしちゃうぐらい食欲がある子なんで、最近なんか結構どんどん大きくなってきてますね。でチェリーヘッドアカアシガメという名前の通り、真っ赤な手と顔をしてますね。本当に美しい。このまんま綺麗に育ってほしいですね。で結構成長してるんですけども、やっぱケヅメリクガメほどの成長スピードじゃないんで、甲羅もねものすごく綺麗な丸い形にできています。そういう点ではケヅメリクガメは本当によく食べてね、よく成長してくれるいいカメなんですけども、綺麗に育てるのは難しいかもしれないですね。甲羅の長さは前回 14cm だったのが、おお、こいつも 17.5cm くらいになってますね。でこいつはね3週間前に測ったばっかりなんですけども、ちょっともう一回一応測りますか。ヒョウモンガメです。体重が今 817g、 前回が880あったんで、ちょっと痩せてるっていうかちょっと少なくなってるっていうか、前回ねうんこを溜まってたんですよ、体の中に。でうんこ今下手なんで、ちょっと体重がむしろ減ってる、あんまり成長してないってことですね。それは3週間ではそんなに変わんないですね。体長で言うと前回22センチだったので、今回が、変わらん、22センチ。まあ3週間じゃ変わらんっすわ。この表紋とか赤足もだいぶ大きくなりましたけども、それに迫る勢いでアルビロの毛詰めだいぶ大きくなってます。こいつなんかだいぶ後から買ったんですけども、もう赤足なんてほとんど大きさ変わんないぐらいだし、表紋も多分そのうち追い越すんじゃないかなってぐらいの大きさありますね。本当に毛詰めは成長が早い。次は毛詰めリクガメのタロイモさん。前回測ったのが8ヶ月前で約 7.8kg。そっからさらにでかく重くなってます。あ、足がついちゃうわ。さあどうなった？おお11キロオーバー、11.、あ、ちょっと動くと体重変わるけど14ぐらいか。いや、10キロ超えだと思ってたけど、重たくなったね、大きくなったね。本当に毛詰めリクガメ、もうピンポン玉サイズのベビーから育てて3年半でこんなに大きくなります。すごくちっちゃくて可愛いベビーがたくさん売られてますけど、3年半でこのサイズになるってことを考えると、なかなか安易に手を出せる生き物ではありませんね。しかもこんだけ大きいと餌代もすごいですから、1日ね、小松菜を5束分ぐらいで食べるから、1日食費がほんと高い時だったら1000円ぐらいかかっちゃう。だから月3万円ぐらいの食費ですよ。それでもまだこいつはマックスサイズじゃない。まだまだもっと大きくなっていって、もっと食費がかかるようになっていく。なかなか飼える生き物じゃないですね。普通の人にはちょっとこういう毛詰めリクガメはおすすめできないですね。でもそれを補ってあまりある魅力があるカメさんですけどね。で、甲羅の大きさも前回は45センチだったのが、あーでもそんなに変わってないか。甲羅は48センチですね。甲羅のこの長さはあんまり変わってないです。そして次はアルダブラゾウガメの黒いもくん。こいつ実は残念ながらね、全然身体測定してきてなくて数値がないんですけども、今回初めての身体測定、体重が3.6 キロぐらいですね、大体ね。で、甲羅の長さが、34センチ、これぐらいです。まあ、お迎えした時から比べるとだいぶ大きくなってますね。倍ぐらいにはなってるかな。でもなんか毛詰めリクガメほどの成長の速さはないなっていう感じがします。この子はそんなにバクバク食べてくれるタイプでもないんで、そういうこともあるのかなっていう感じがしますけど、でもその分ね、ゆっくり成長してるんで、甲羅の形はすごく均等にいい感じに育ってくれてるなっていう感じはします。この子は本当にね、世界最大クラスのカメなんで、これからまだまだ大きくなるんで、これからの成長に期待ですね。このアルビノの毛詰めリクガメちゃんはね、今飼育し始めて大体10ヶ月ぐらいです。最初の体重が 54g だったんで、10ヶ月で10倍になってます。本当に毛詰めリクガメは成長が早いカメですね。成長も早くて体も大きくなるし、歩き回るのも大好きなカメさんなんで、もう3年も飼えばタロイモぐらいの大きさになったら市販のケージでは入れない、飼育できないので、オーダーのケージとかが必要になってくると思います。最終的には本当にね、庭に放し飼いとかしなきゃいけないクラスのカメなんで、安易に飼うのは決しておすすめできないカメさんです。という感じで今回はね、我が家のリクガメたちがとっても成長してますよという動画でございました。また今後もね、こちらのリクガメたちの動画出していくと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。